あ、皆さんこんにちは。前回4月23日に引き続いて、ウクライナ・ロシア戦争、と世界の未来を考えるということで連続講座、今日が第2回目です。元京都大学の原子炉実験所の、助教だった、小出さん、弘明さん、それから松本に拠点を構えて、ずっとこの間活動してきているチェルノブイリ連帯基金 JCF の事務局長の神谷さん、はじめに小出さんの方からのお話、じゃあよろしくお願いします。はい、小出というわけです。今日はどうもたくさんの方を入れくださってありがとうございます。ロシアはウクライナに攻め込んで原発を攻撃するというような出来事は起きました。なんていう時代に生きてしまったのかなと思いましたし、今日のタイトルは原発を攻撃することということで話をしろと、あ、すいません、私なんか50分時間をくださるということで、その時間ずっとマスクをしていると苦しいので、すいませんが皆さんとちょっと距離がありますし、マスクを外して話をさせていただきたいと思います。タイトルを与えられたのは原発を攻撃することというタイトルで、私自身はずっと原子力の場で生きてきてしまいましたので、こういうタイトルを与えられてしまうと逃げるわけにいかないということで、今日はその話を中心に聞いていただこうと思います。ただ50分の時間をくださるということですので、まずは原発が抱える問題、それが戦争の中でどういう意味を持つかということを聞いていただいた上で、現在のウクライナの問題が一体どういう問題なのかということについて、私自身が考えていることを少し聞いていただこうと思います。早速始めます。これお分かりになるでしょうか。ボロボロに壊れてしまった建物が映っているのですが、これは1986年4月の26日に旧ソ連のチェルノブイリ原発4号機が爆発した時の写真です。もうボロボロに壊れてしまいまして、後で見ていただきますが、大量の放射能が環境へ出てくるということになりました。まあ、その後2011年に今度は福島で事故が起きて、また大量の放射能が環境からまかれるということに。これがチェルノブイリ原発の写真で、事故が起きた時にこのチェルノブイリ原発には4基の原発が建っていました。奥の方から1号機2号機というのがあって、手前に3号機そして4号機というものがありました。これが爆発してしまった、4号機で、最新鋭のソ連としては最新鋭の原発でしたけれども、結局なすすべもないまま爆発してしまって、どうしようもない状態を生み出したということです。一体どんな汚染を生じたのかということで地図を見ていただきます。この場所にチェルノブイリ原発があります。でこれどういう場所かというとですね、こうやってまず国境線があって、ウクライナ共和国、その北側が当時白ロシア共和国と言われていた共和国、現在はベラルーシと呼ばれている国です。でこちら側にロシア共和国、現在のロシアがあるという、そういう位置関係でした。でチェルノブイリ原発は国境線のもうすぐ南、ウクライナの中にあって、すぐ北はもう国境線でベラルーシが広がっているという状態でした。でチェルノブイリ原発から吹き出してきた放射能の約7割は北の方向に流れて、ベラルーシ、白ロシア共和国を猛烈に汚染したということになりました。で一部はもちろんウクライナ共和国も汚染したし、一部はロシア共和国すら猛烈な汚染に巻き込んだと、そういうことになりました。どのくらいの距離かというとこのぐらいです。でこれ300キロなんですけれども、赤と黄色という部分が
汚染を受けてしまって、人々をとにかく逃さなければいけないというほどの汚染を受けたところです。約300キロ近くまでそういう汚染が生じたということを分かっていただけると思います。で、その外側に青い色のところがありますが、こういうところは、まあ、日本の法律もそうですし、当時のソ連の法律もそうですけれども、放射線管理区域という場所に指定して、人々をそこに住まわせてはいけない、逃がさなければいけないというほどの汚染を受けたのが、この青いところで、それはもう700キロという、そういう彼方まで汚染が広がるということになりました。分かっていただけると思いますけれども、ここ松本で、多分東京に行くにしても大阪に行くにしても200キロ、300キロというぐらいの距離なわけですけれども、なんと700キロというそういう距離の先まで放射線管理区域にしなければいけない、人々を住まわせてはいけないというほどの汚染を受けてしまったということなのです。で、今日はまあウクライナの問題で原発を攻撃することということで話を私がさせていただいているわけですけれども、ロシアはこの経験を十分に知っているんです。もしチェルノブイリ原発が破壊される、あるいは破壊するというようなことをやれば、自分の国自身が猛烈に汚染をしてしまうということを十分に知っているわけです。ですから皆さんは多分チェルノブイリ原発がロシアによって占拠されたと聞いたときに、この原発が壊されたらどうなるのかという心配をされたのだと思いますけれども、私は全然心配しなかったのです。ロシアが正規軍の命令としてチェルノブイリ原発を破壊することはありえない。もしそれをしてしまえばロシア自身が壊滅的な打撃を受けてしまう。だから、まあ、戦争ですので何が起きるかわからないということはありますけれども、ロシアがチェルノブイリ原発を破壊することは多分ないと私は思いました。なぜ占拠したかというと、分かっていただけると思いますが、ロシアはベラルーシから軍を動かしてキエフという首都、ウクライナの首都を攻略しようとしたわけですけれども、その攻略する道にあるチェルノブイリ原発が、だからもうそこを通るときにあたっては原発を占領するしかないという状態で占領したんだと思います。結局、まあ、いろんなことがありましたけれども、ロシアはチェルノブイリ原発を破壊しないまま撤退するということになりました。で、まだただもう一つソ連にはザポリージェという原発、欧州最大の原発というのが、この辺の位置だと思いますけどあって、そこも占領しました。で、その占領の意図がどういう意図だったのか私は今でも首をかしげていますけれども、それでもロシアがザポリージェを破壊することはありえないと私は思っていました。やってしまえば、もうすぐと東側にロシアが連なっているわけですから、ロシア自身が壊滅的な打撃を受けてしまうので、多分ザポリージェを壊すことはないと思っていました。でも、まあ、戦争ですから重要な施設はとにかく占領するということがあったのかもしれませんが、多分未だにザポリージェ原発はロシアの支配下にあるという状態だと思います。で、そして問題は先ほどからも聞いていただきましたけど、戦争ですので何が起きるかわからないと。正規の軍の命令で破壊することはないにしても何があるかわからない。万一チェルノブイリの原発が破壊される、ザポリージャの原発が破壊されるというようなことになれば、どんなことになるのかということはやはり考えておかなければいけないことだと思います。チェルノブイリで事故が起きたときに一体どんなふうに放射能が拡散したのかという一つの例を見ていただこうと思います。これは
世界地図 でここに日本があります、ここに中国があって、ロシアがあってヨーロッパがあります。これがウクライナです。チェルノブイリ原発はウクライナ共和国のベラルーシの境界にありました。で私は2015年の3月まで京都大学原子炉実験所というところで働いていました。大阪府泉南郡熊取町という場所に私の職場がありまして、それがここです。チェルノブイリから熊取、私がいた職場まで8100キロという距離がありました。先ほどは700キロ離れたところまで放射線管理区域にしなければいけない汚染が生じたと私は聞いていただきましたけれども、私が住んでいたこの熊取町までには8100キロの距離があると、多分大丈夫だろうと私は思ったのです。地球の裏側のようなところだから、まさかチェルノブイリの原発から飛び出した放射能、放射能って放射性物質というのが正式名称ですけれども、ものです。セシウムであるとかストロンチウムであるとかヨウ素であるとか、要するに物質です。そんなものがこんな距離を飛んでくることはまずないだろうと私は思ったのです。でもないだろうでは私の仕事が済まないので、私は事故が起きた4月の26日からすぐに自分が呼吸している空気、皆さん今この空気を呼吸しているわけですけれども、私が呼吸している熊取町の原子炉実験所で、空気のサンプリングというのを始めて、その空気がどれだけ汚れているのかということを測る仕事を始めました。その結果がこれです。下に0から80まで書いてありますが、これはチェルノブイリ原発の事故が起きた4月26日から何日目かというのが横軸にとってあります。縦軸がセシウム137という放射性物質が空気中にどれだけの濃度で存在していたかということを縦軸は示しています。で一番上が1 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.0001というふうに1段下がるごとに10分の1ずつ下がっていくという、まあ肩対数方眼紙というんですけど、かなり、特殊なグラフ用紙を使って私は今皆さんに見ていただいています。でこの青い丸印が私が呼吸して吸い込んでいた空気の中に含まれていたセシウム137の濃度の推移を示しています。で私は4月の26日に、事故が起きてすぐにその仕事を始めたわけですけれども、当初は、セシウム137は全く空気中にありませんでした。ああやっぱりな、8100キロも離れてるんだ、大丈夫だろうなと私は思ったのですけれども、ここで私が吸ってる空気の中にセシウムが現れました。約1週間です。5月の3日でしたけれども、空気中にチェルノブイリから8100キロ飛んできた放射能が観測できるようになりました。でその放射能は、測っているうちにだん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 減ってくれていったんです。で10分の1、100分の1ぐらいまで減ってくれて、ああやっと減ってくれてきたなと私は思ったのですけれども、なんとその後また増加を始めるということになりました。で30日ぐらい経った頃にはまた一度減ったところから 10倍ぐらいの濃度まで放射能が空気中に漂ってくるという状況になりました。つまり地球を一周して戻ってきた。偏西風に乗ってロシアからずっと日本まで飛んできて、それがここで現れたわけですけれども、また太平洋を横断して米国大陸を、北アメリカ大陸を横断して大西洋を横断してヨーロッパ、アジアを横断してまた日本まで放射能が飛んでくるという状態になりました。
それからまたもう少しずつ減っていってくれて、約2ヶ月半経ってもう私がどんなに頑張って測ろうと思っても測れないところまで、まあ、放射能が減っていってくれたということになったわけですけれども、でも恐ろしいなと思いました。原発の事故というのは一度起きてしまうと地球の裏側だろうとなんだろうと全地球を汚染していくんだということを私はこの時に学んでいました。なんでそれほど放射能が地球を汚染するのかということで、よく皆さんには見ていただいた図ですけど、今からまたその図に見ていただきます、この左の下に小さな四角を書きます。これですけれども、これは広島の原爆が炸裂した時に核分裂したウランの重量です。 800g です。でその 800g をこの四角の大きさで書きました。では原子力発電所というのは一体どれだけの放射能を生み出すのかというと、これです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になっていますけれども、先ほど見ていただいたチェルノブイリ原子力発電所も1号機100万キロワットです。あ、もちろん1号機、2号機、3号機、4号機全部100万キロワットですけれども、まあ、標準的な出力の原子力発電所だったのです。で、そういう原子力発電所が1年間運転するごとに1トンのウランを核分裂させるのです。つまり広島原爆が撒き散らした死の灰の優に1000発分以上の死の灰を1年ごとに作り出して、それを原子炉の中に抱え込んでいくというのが原子力発電所というものなのです。チェルノブイリ原発もそうです。今から福島のことを聞いていただきますけれど、福島もそうです。一機が1年運転してしまえば広島原爆1000発分以上の放射能を作って抱えてしまうという、もうどうしようもないほどの危険を内包した機械なわけです。これが攻撃され、事故を起こして出てきてしまったわけですし、攻撃されたらどうなるのかということが、まあ、これから私たち考えなければいけないことになるわけです。ここに表を1枚見ていただいています、環境に放出されたセシウム137の量というものを今皆さんに見ていただいているわけですが、一番上に広島原発1946年8月6日に炸裂した広島原爆で、どれだけのセシウム137がキノコ雲と一緒に大気中にばらまかれたのかという数字がこれです。 0.089 です。では原発事故、これまで一番、大きかったのがチェルノブイリと福島なんですけど、その2つの原発事故でどれだけのセシウム137が大気中に出てきたかというと、チェルノブイリ原発の時には壊れたのは1機です。4号機という先ほど写真でお見せした1機だけが壊れたんですけれども、原子炉の中に存在しているセシウム137の 32%、 約3分の1が出てきてしまった。量でいうと92ペタベクレルなんですけれども、広島原爆が撒き散らした量に比べると、1000倍を超えているというほどのものをチェルノブイリ原発の事故では撒き散らしてしまいました。日本の福島原発の場合には1号機、2号機、3号機という3機の原子炉が溶け落ちてしまって放射能を撒き散らしたわけですけれども、その時に撒き散らされたセシウム137は15ペタベクレルだと日本政府が言っています。それは福島の原子炉1号機、2号機、3号機の溶け落ちた原子炉の中に含まれていたセシウムに比べればなんとたった 2% です。たった 2% だけしか放出されなかったという、福島の事故なんていうのはチャチな事故だったというのは言葉は悪いですけれども、チェルノブイリなんかに比べれば、随分助かったというそういう事故でした。それでも15ペタベクレル、広島原爆が撒き散らしたこれに比べれば168発分を撒き散らすということになりました。広島原爆1発分の死の灰だって猛烈に恐ろしいのに、それの168発分というのを2011年3月11日の事故で
福島原発をまき散らしたのです。では福島原発からまき散らされた放射能が一体どうなったのかというと、こういうことになりました。どうなったかということですけれども、日本の上空では偏西風という猛烈に強い西風が吹いている、今皆さんご存知だと思います。で、福島原発というのは福島県の太平洋岸にあったわけで、福島原発から吹き出してきた放射能の大部分は実は偏西風に乗って太平洋に流れていってくれたのです。で、大気中に放出されたセシウム137の量は、今聞いていただいたように日本政府が言っているのが15ペタベクレルです。でも日本の陸地に降り注いだセシウム137というのは 2.4 ペタベクレルしかない。全部集めてきても重量で言えば、吹き出してきたセシウム137は全部でも 4.7 キログラム。日本の東北地方、関東地方の広大な地域を今から地図をお見せしますけれども、放射線管理区域にしなければいけないほど汚したセシウムは、重さで言えばなんと750グラムしかないです。全部ですよ。東北地方、関東地方の汚染した土を全部集めてきて、その中に含まれていたセシウムの重さを測ったとしても750グラムしかないんです。今これ多分500グラムです。これと大して変わらない量を東北地方、関東地方にばらまいたら、そこが猛烈な汚染地帯になってしまう。それほど放射能というのは恐ろしいものだということを分かっていただきたいと思います。で、じゃあこれは吹き出してきた量のうちの 16% だけなんですけど、他の 84% はどうなったかといえば、偏西風に乗って太平洋に向かって流れていったのです。こんなんです。ここが日本です。で、事故が起きた直後に私はたくさんの人からいろいろな問い合わせを受けました。その中で、すごい怖いと、放射能がどうやって飛んでくるかもう不安でしょうがないから、日本というこんな国には住めないから逃げようと思うという人が結構たくさんいました。でも見ていただいて分かると思いますが、これ赤のところが一番汚染が強い、青いところは汚染がまあ少ないという、そういう色で書いてあるんですが、日本の北海道とか九州に行けば青なんですね。つまり福島事故で汚染をあまり受けずに済んだということになっているわけですけれども、もし北海道に住んでいた人、あるいは西日本に住んでいた人たちが放射能が怖いと言って米国の西海岸に逃げるというようなことをすれば、むしろ被爆をしてしまうという、そういう汚染の仕方をしたわけです。原発の事故というのは一度起きてしまうと、もうどこに行っても放射能の汚染が生じてしまうということを覚悟しろということを教えてくれています。これはたった 16% だけが降り積もった日本の陸地でどんな汚染が生じたかということを示した地図です。赤き緑のところが猛烈な汚染を受けまして、ここでは16万人を超えるような人たちが強制避難させられました。強制避難というのは、言葉で言えば簡単ですけれども、生活を根こそぎ破壊されることです。ふるさとを全て失うということなわけですけれども、この赤き緑の人たちはそういう目にありました。でも汚染はそれだけではなくて、青いところ、あるいは澄んだ緑色のところというのも汚染があって、今私たち松本ですから長野県のこの辺にいるわけですが、幸い長野県は高度な汚染は受けずに済みました。群馬県と長野県の県境に浅間山をはじめとして結構高い山並みがあるので、流れてきた放射能は山並みを越えずに山腹を巻くようにして群馬県の西部を汚染したのです。おかげで長野県は結構助かったわけですけれども、
馬県の西部を塗っているくすんだ緑色、ここに日本政府が作った地図の数字が書いてあるんですけど、このくすんだ緑色は1平方メートルあたり3万ベクレルから6万ベクレルセシウムが降り積もったという地域がこのくすんだ緑です。宮城県の南部、北部、岩手県の南部にもありますし、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下町、埼玉県の西部というようなところにもこのくすんだ緑があるんですけど、ここが3万ベクレルから6万ベクレル降り積もったと日本政府が言っているところです。でこれも何度か松本の人には聞いていただきましたけれども、ではこの数字の意味というのはどうなのかというと、私が原子力実験所で働いていたときに、私は放射線管理区域と呼ばれている場所に入って初めて放射能を使って実験ができるようになって、そういう仕事をしていたわけです。でただ放射線管理区域、皆さんは入れないんです。初めから私のような特殊な仕事をする人間だけが仕事のためだけに入れという場所です。でそこに入ったら水はもう飲んじゃいけない、食べ物を食べてもいけない、寝てはいけない、管理区域の中にトイレなんかないという、そういうのが放射線管理区域なわけです。でそこで私は仕事をしていつも早く出たいと思いましたけれど、管理区域の出口にはドアがあって必ず閉まっている。なぜかといえば、私は管理区域外で仕事をしたということは、私の実験着が汚れたかもしれない、私の手だって汚れたかもしれない、足だって汚れているかもしれない。そのまま管理区域の外に出てしまえば普通の人を被爆させることになるから、管理区域から出たいと思うなら出口にある放射線測定器で衣服が汚れていないか、手が汚れていないか、ちゃんと測らなければドアが開かないという、そういうシステムだったのです。ではどこまでの汚染ならドアが開いてくれるかというと、1平方メートルあたり4万ベクレルです。つまり管理区域の外側には1平方メートルあたり4万ベクレルを超えるような汚染物は持ち出してはいけないということだったです。もし私の実験着が汚れていれば、私はその実験着を管理区域の中で脱いで放射能で汚れたゴミとして捨てるしかないという、それが日本の法律だったです。ここはもう1平方メートルあたり3万から6万です。くすんだ緑、青いところに行けば1平方メートルあたり6万ベクレルを超えてるんです。福島県の真ん中を青い帯が縦断していますが、青い帯には実は3種類の青があって、一番外側が濃い青で、中通りと呼ばれているこの地域を塗りつぶしている、ちょっと薄い青があるし、その中に点々ともっと薄い青があるのですけれども、一番濃い青、汚染が少ない青のところは6万から10万、中通りを汚染している、薄い青は10万から30万、その中の点々とした薄い青は30万から60万ベクレルセシウムが降り積もったと日本政府が言っているんです。もうどうしようもないと、管理区域の基準の10倍を超えるというようなところが広大に汚染を広げてしまったということになりました。日本政府はどうしたかというと、事故当日原子力緊急事態宣言なるものを発令して、もうダメだと、法律は守らないと宣言して、この赤き緑のところからだけ人々を強制的に避難して、残りの汚染地帯には人々を捨ててしまうということをやったのです。多分今日この会場に来てくださっている皆さんはご存知かもしれませんけれども、あの事故が起きてから11年以上経ったのですけれども、今この瞬間も原子力緊急事態宣言は解除できないで続いているんです。日本人のほとんどはもう忘れさせられてしまっています。日本の政府はマスコミと教育を支配して、とにかく人々にきちっとした情報を流さないという、そういうやり方をずっと貫いてきて、ほとんどの日本人はもう緊急事態宣言が続いているということすら忘れさせられてしまっているという状態です。今私はすごい、数字を初
端折っていくつも聞いていただきましたけれど、1平方メートルあたり何十万ベクレル、あるいはこの赤いところに行ったら1平方メートルあたり300万ベクレルを超えているんです。セシウム137は100年経つと10分の1に減ってくれます。でも10分の1に減ったところでまだこの赤き緑のところは放射線管理区域の基準をはるかに超えているんです。つまり100年経っても放射線管理区域の基準を超えたところは残ってしまうということで、この日本という国は100年経っても原子力緊急事態宣言を続けるしかないという、そういうことなんです。それほどの事故が起きてしまったということになりました。これは江見里さんというイラストレーターが描いてくれているイラストで、赤い粒々のイラストと私たち呼んでいます。この赤い粒々が放射能を示しています。今日本政府が作った地図を皆さんに見ていただいた通り、福島県を中心として東北地方関東地方の広大な地域が本当なら放射線管理区域にしなければいけないほど放射能で汚れているんです。風評で汚れているんじゃありません。事実として汚れているんです。皆さんは入ってはいけない、私のような人間が入っても水を飲んでもいけないというような程度に大地が汚れているんです。そこに子供が生きて水も飲んでご飯も食べて学校に行ってというふうに普通に生活しているんです。幸か不幸か放射能というのは五感で感じることができません。感じられればいいのになと私はいつも思います。そうすれば注意もできるし、場合によっては逃げようと思ってくれる人もいるかもしれませんが、すっかり忘れさせられてしまって被爆をし続けるという、そういう状態が現在も続いているわけです。では問題は、こうした被害を起こす原発が攻撃されたらどうなるかということですけれども、福田さんという、原子力規制委員会の今の委員長ですけれども、彼が何て言ったかというと、まあ、ここに書いてありますので後で読んでいただければいいと思いますけど、こうです。新規制基準という彼らが作った新しい基準では、武力攻撃に耐えるようにという要求をしているわけではない。原発がミサイル攻撃を受けた場合の被害想定について審査の中で検討も議論もしていないというのです。まあ当たり前なんです。非常にまあ彼正直に答えたわけですけど、こんなことを考えてしまったらもうどうしようもない。福島の事故で私は先ほど原子炉の中に溜まっている放射能の 2% がしか出なかったと聞いていただいたわけですけれども、原発がミサイルで攻撃されるようなことになれば 100% 出てしまうということだって十分考えられるわけで、そんなことに対処することを初めから考えてないと彼は言ってるし、もちろんそうです。原発でそんな対策を取っている原発は世界中一つもありません。からもし原発が戦争になって攻撃を受けて破壊されるというようなことになれば、もうどうしようもないと、もう何の落ちてもないんだということを覚悟するしかないということになってしまいます。30分ぐらい話しました。あと20分私いただけるということですので、では現在のウクライナに対するロシアの武力攻撃をどう考えればいいかという私の知見を聞いていただこうと思います。今日本政府もマスコミもこぞってロシアが悪い、プーチンが悪いと一色に染まっています。多分今日この会場に来てくださっている皆さんの中にもロシアが悪いんだ、プーチンが悪いんだと思っていらっしゃる方がいらっしゃるはずだと私は思います。でも日本政府やマスコミ、彼らは米国がアフガニスタンを攻撃したとき2001年、イラクを攻撃したとき2003年には米国の主流前に乗って自衛隊を差し向けたんです。日本政府、米国
国による市民の殺戮についても黙認したんです。アフガニスタンで、そしてイラクでどれだけの市民が殺されたか、虐殺されたのか、米国が虐殺したのかというようなことは全く問題にされない。むしろ協力するということをこの日本という国はやったんです。皆さんどうだったでしょう、その当時。そして2011年にリビアの内戦が起きたときには NATO が軍事介入をして、カダフィという、政権を取っていた人を殺して政権を倒すということをやりました。もちろんその時だってリビアで大量の人々が、市民が死んだんです。でもそんなことを日本の政府あるいはマスコミがちゃんと皆さんに伝えたということはあったのでしょうか。それどころではありません。今現在イスラエルがパレスチナへの侵略を続けています。入植地をどんどん拡大してパレスチナ人の住居を破壊して勝手に自分たちの土地を奪い取るというようなことをやっていても、米国はそれを支持して日本のマスコミももちろん沈黙を続ける。どれだけのパレスチナ人がこれまで殺されてきたのか、土地を奪われてきたのかということに全くの批判もしない、沈黙を決め込むという、そういう日本政府あるいはマスコミが今皆さんに情報をどんどんと流すということをやっています。私自身は国家が軍隊を持つということに反対です。日本というこの国、軍隊を持たないといった国ですけれども、実際にはそんなことはないだけで、米軍の陰に隠れているという国ですが、私は国家が軍隊を持つということに反対ですから、当然ロシアによる軍事攻撃に反対です。とんでもないことをやっていると私は思います。でも人々がかわいそうだという理由で戦争に反対するなら、全ての戦争軍事行動に反対すべきです。日本政府あるいはマスコミあるいは皆さんお一人お一人そうしてきたのかということをやはり考えてみる必要があるだろうと私は思います。一体今度の戦争、ロシアがなんで武力攻撃をせざるを得なかったかということはまずは考えてみる必要があると思います。これは冷戦時代の NATO とワルシャワ条約機構がどういう勢力範囲だったかということを示しています。冷戦、つまり東西両陣営がお互いに疑心暗鬼になって攻めてこられたらどうするということでどんどん軍拡をしていった。でその時に軍事同盟、 NATO という軍事同盟とワルシャワ条約機構という軍事同盟を作ってお互いにとにかく喧嘩をし合うという時代がずっとあったのです。こちらの青い方のところが NATO です。そして赤っぽい方がワルシャワ条約機構で、こんな旧社会主義諸国と、いわゆるヨーロッパ諸国というふうに色分かれされていた。そしてフィンランドとかスウェーデンとかは永世中立ということでどっちにも加わらないという干渉地帯になっていた。オーストリアとスイスももちろんそうでですけれども、戦争をとにかくなるべく起こさせないようにという国もあったのです。これが一体その後どうなったかと、ソ連が崩壊してワルシャワ条約機構はすぐに崩壊しました。なくなってしまって、武力で問題を解決するというようなところから社会主義諸国は撤退をしていくということになったのですけれども、その時にそれ以降 NATO はどうしたかというと、 NATO はどんどん拡大を続けたんです。ワルシャワ条約機構なんて91年の7月にはもうなくなったわけですけれども、一方の軍事同盟がなくなっても西側の NATO はどんどん自分の勢力範囲を拡大していくと
ということをやりました。NATO が設立されたのが1949年ですけれども、その時12カ国だったんです。先ほどの地図でお見せした12カ国です。冷戦中にでもどんどんそれが拡大してきて、4カ国拡大して16カ国になりました。そしてソ連が崩壊して、ワルシャワ条約機構が崩壊した後どうなったかというと、なんといわゆる社会主義の国々がどん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  NATO に取り込まれているということに変わっていったのです。そして今ウクライナが NATO にまた飲み込まれそうになると、つまり戦争の干渉地帯がロシアから見るともう何もなくなるというところまでどん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  NATO が拡大してくるということになりました。冷戦は終結したと言われました。でもその後どうなったかと、ウクライナという国は非常に複雑な歴史をたどってきた国です。ドニエプル川という、まあ、巨大な川が流れています。チェルノブイリ原発のすぐ脇を流れて、キエフを流れて、そして黒海に流れていくわけですけれども、その西岸は西岸と東岸で政治的宗教的な色合いが全く違います。西岸はカトリックで新西欧、東岸はロシア正教で新ロシア的というふうに全く違っていたんです。で政権も新ロシア派、あるいは新西欧派と僅差でどんどん変わってくるというようなことに歴史をたどってきました。そして2014年にユーロマイダン革命という革命が起きました。でそれまでは新ロシア派のヤヌコービッチ政権というものが、まあ、一応選挙で政権を担っていたんですけれども、その政権を新西欧勢力が、極右武装勢力、これが正しいかどうか私よく確信が持てませんけど、まあ、民族主義者たちですけれども、アゾフ大隊と言われている、まあ、いわゆる私兵ですね、国家の軍隊ではない私兵を使って倒した武力クーデターで今のウクライナという政権ができているわけです。その後ウクライナ政府はどうしたかというと、新ロシア地域というところにはロシア語を話す住民がたくさんいたわけですけれども、そういうところのロシア語を話す住民に対してロシア語を禁じます。ウクライナなんだからウクライナ語しか使ってはいけないということで、新ロシア人々の弾圧をすると、東部のドネツク、ルガンスクへ武力攻撃をどんどんと仕掛けるということをやりました。先ほどのアゾフ大隊もそうですけれども、正規軍も使って私兵も使って新ロシア的な人たち、ロシア語を話す人たちというのを虐殺していくというようなことをどんどんとやってきたんです。2014年からそういう地域の人たちはロシア助けてくれと、なんでロシアが助けに来ないのかというような人たちがたくさんウクライナの東部に住んでいたんです。何度もその状況を解決しようとして、ミンスク合意というものが2回できて、戦争しないようにしようというようなことでロシアあるいはウクライナの間でもそういう合意がなされたのですけれども、でもそれもできないままウクライナが新ロシア地域の攻撃を続けるということが8年続くという状態がついこの間まで続いてきたものです。旧ソ連の中核でしたウクライナという国は、それが今や NATO への加盟にもう猛烈に積極的です。ゼレンスキーという大統領のもと NATO にとにかく入りたいと言ってるんです。ロシアはもう干渉地帯もなくなってしまう、孤立を深めていきました。もう隣の国に NATO が入ってきて NATO の軍隊はそこを支配するというようなことになれば、もういきなりロシアに攻撃が仕掛けられてくるような状態になってしまう、もう崩壊の瀬戸際まで追い込まれてきました。プーチンが今度何て言ったかというと、今回自分でまあ武力攻撃に仕掛けたわけですけども、
彼は悲劇だと、他に選択肢がなかったと言っているんです。冷戦が崩壊してからどん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 と NATO の勢力門が迫ってきて、もう自分たちとしてはもうこれ以上はもう持ちこたえることができないというところで、今回の武力攻撃に追い込まれるということになったと私は思っています。米国、そしてヨーロッパですけれども、の NATO 諸国が今ウクライナに大量の武器を供給して、ウクライナを戦争に駆り立てています。無限に武器は供給すると、自分たちの軍隊は出さないけれどウクライナはやると言ってロシアと戦わせると、ロシアはもちろんどんどん弱体化していきます。ウクライナとロシアの犠牲の上で NATO 中米国 NATO は甘い汁を吸って、それらの国々の中の軍需産業が大儲けをして大笑いしているというのが今の時代だと私は思います。これが、世界の軍需産業20傑を書いたものです。帯の長い方がもちろん大量の儲けを得ているという軍需産業で、赤いところが米国です。青が英国、黄色が中国、ここがヨーロッパ、これはエアバスですけど、ヨーロッパ、その他イタリア、フランスなんていう国もありますし、この黒いところがロシアです。ロシアなんてたったこれだけのことなんです。それを米国、ヨーロッパの国々がこのロシアをとにかく潰そうということで、膨大な武器を軍事援助しながら今ウクライナを使って戦争を続けさせるということをやっています。もう悪いのは米国です。もうめちゃくちゃに軍需産業で大儲けをするという国です。でもちろん資本主義というのは金儲けを一番の、価値にする制度ですから、金儲けができなければ困るわけだし、軍備でも何でもいいと、とにかく株儲けをしてこいということで、こういう産業が米国の中に膨大にあるという状態になっています。これは世界の軍事大国の十傑ですけれども、もう話にならない。もう米国がもう世界を一極支配するほどの膨大な軍事大国になってしまっている。まあ日本だって世界十傑になるほどに入るほどの軍事大国、軍隊持たないなんて言いながら膨大な軍事費を使うという、すでにそういう国になってしまっているわけです。ロシアこれですから、米国に比べれば10分の1もないと。他の NATO の諸国も加えたらば、もう本当にロシアなんていう国は戦争を続行することすらできないだろうというぐらいの小さな国でしかないという、そういうことになってしまっているんです。世界中で起きる戦争、どこが悪いかといえば、なんつったって私は米国だと思います。今日本はもう全部ロシアが悪いなんて言ってるわけですけれども、冗談を言わないでくれと、米国がやってることをちゃんと考えてくれと私は思います。今聞いていただいたように、戦争すれば軍需産業が大儲けをするんです。冷戦後 NATO が東方へ拡大したわけですけれども、米国はワルシャワ条約機構が崩壊したときに、NATO を東方へ拡大しないと言ってきたんです。仮にロシアがウクライナに攻撃しても、自分の国は参戦しないと言ったんです。確かに参戦してないんですけども、そう言いました。それを受けて、ロシアはウクライナへの武力攻撃に踏み切ったんです。じゃあ、そして、多くの国、人々はロシアとプーチンが悪いと言って、ウクライナをとにかく助けなければいけないと言って支援するということをやっています。軍事的な支援をする国もあるし、それが正当だと思っている人たちもいるでしょう。軍事的じゃなくても支援をしなければいけない、ウクライナをとにかく支援しようということがほとんどの人の動きになってしまいました。
そうなった段階で米国はウクライナに巨額の軍事援助を行いました。軍事援助に慎重だったドイツらが高性能の戦車をウクライナに供与するというようなことをやって、米国を中心とする NATO がウクライナにどん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 武器を供給すると、そしてロシアと戦わせるということを今やっている。戦争にいい戦争なんてありません。軍隊にいい軍隊も悪い軍隊もありません。ロシアは多分ウクライナでさまざまな悪行を働いていると私は思いますけれども、ウクライナの軍隊だって戦争がある前にずっとしウクライナ東部で悪いことをやっていたんです。戦争ってそういうもんなんです。ウクライナの国とかあるいはウクライナの軍がいいと言ってそれを支持するなんてことは本当はやってはいけないと私は思います。今日あの会場に来てくださっている方もあの事件が起きて以降ウクライナの国旗黄色と青の国旗の色を自分たちでプラカードを作ったりしてデモをした、あるいはスタンディングをしたという方々いると思います。その気持ちは分からないではありませんけど、私は間違いだと思います。ウクライナの国とか、ウクライナの軍を支持するというようなことは間違いだと私は思います。ウクライナで生きている人々、あるいはロシアで生きている人々、そういう人々と連帯するということをやらなければいけないのに、国旗を掲げるなんていうことは間違えていると私は思います。かつて、東欧の一東欧圏の一部だったウクライナはどんどん弱体化し、一層西欧寄りになりました。それどころか、中立を守ってきたスウェーデンもフィンランドも NATO に加盟しようと申請をするという状態になっています。プーチンはウクライナが NATO に入ってしまったらもう干渉地帯がなくなってどうしようもないというところで今回の武力攻撃に踏み込まざるを得なかったわけですけれども、彼は判断を間違えたんです。結局そうしたがためにスウェーデンもフィンランドも NATO に加盟にしていくという方向になって、ますますロシアが孤立化して弱体化するというそういう歴史になってしまっています。一体今回の戦争で誰が笑っている、今この瞬間もそうですけれども誰かといえば私は米国だと思います。一体何をすべきなのかということですけれども、日本は先の戦争本当に惨な戦争でした。日本人だけで310万人が死んだと言われています。それどころじゃなくてアジアで2000万人を超える人たちを殺したと言われている。その戦争を踏まえて平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して国の安全を守ると憲法に書いたんです。軍隊なんて持たない、武力によって国を守るんじゃないと書いたんです。でもサンフランシスコ講和条約の1952年に発効しました。1952年4月の28日ですけれども、発効したその日に日米安全保障条約も発効して日本は米軍に守られる国になったんです。諸国民の公正と真理に信頼して守られるのではなくて米国に守られる国にその時からなっているんです。軍隊を持たないで戦争を放棄すると宣言した憲法は1分1秒たりとも実態がありません。今日この会場にいらっしゃる人は憲法を守ろうと思ってられると思います。私も日本の憲法は素晴らしい憲法だし守らなければいけないと思いますけれども、でもその憲法実態は全くなかったです。今やらなきゃいけないことは悪いやつに攻め込まれたら大変だと言って軍備を拡張することではありません。安倍さんが言うように核兵器を米軍と共同保有するしようということでもありません。大切なことは戦争そのものをなくさなきゃいけないということなんです。そのためには何ができるかということを本当は考えなければいけない。私は NATO とか日米安保など
軍事同盟をとにかくなくす、そして軍需産業を廃絶する、武器を作らないということは何よりもやらなければいけないことだと思います。そういう方向で世論というものを作っていかなければいけないと思うのですけれども、残念ながら日本というこの国では政府のガセネタやマスコミのフェイクニュースで多くの人が攻められたら大変だ、軍隊を拡充しようというような方向に動いてしまっているように見えます。非常に危険な状態ですし、何とか抵抗したいと私は思います。以上です。終わります。ありがとうございます。チェルノブイリ原発にロシア軍が入ったという、やっぱり先生お話ししてくださったように通り道なんですよね。そうです。だから通り道だっていうふうに思ったんですけれども、ずっと懸念してたのはチェルノブイリ原発爆発した4号炉のデブリはもう処理する術がなくそのままになっているとかね、最後ずっと最後まで稼働していた3号炉がにまだこう冷却されたその核燃料が残っているんじゃないかという不安があったんですけどね。先生その辺はどういうふうに。はい、今神谷さんがチェルノブイリ原発についてご質問くださったんですけれども、私のスライドで見ていただきましたようにチェルノブイリ原発には4基の原子炉がありました。1,2,3,4 です。で、そのうちの4号機というのが1986年の4月の26日に爆発してしまって、もちろんその4号機はその段階で運転停止です。もう二度と動かせないような形になりました。で、1号機、2号機、3号機はどうなったかというと、その後しばらく運転していました。まあ、ウクライナの政局に事情ということがあったんだと思いますが、汚染の中で運転を続けていました。でも順次止まっていきまして、2000年には全て、確か最後に止まったのが3号機だったと思いますけれども、2000年には全部の原発が止まりました。ですから、運転中だった原発が2000年には全部止まって、それ以降はもう全く動いていないという、そういう状態で、今年2022年のを迎えたわけです。つまりもう20年以上は原発全然動いていないという、そういう状態でした。そのため運転中の原発が何らかのトラブルになると、福島の原発のように炉心自身が溶け落ちてしまって大量の放射性物質が出てくるということに直結するわけですけれども、もう20年も前に原発の運転自身は止まっていますので、そういう危険はチェルノブイリではありませんでした。ただし、2000年までずっと動いていたわけですから、100万キロワットだったら1年間に広島原発1000発分以上の死の灰を作るという状態が2000年まで続いていたわけで、それが使用済みの燃料という形でチェルノブイリ原発の中の燃料貯蔵プールの中に多分眠っていたと思います。で、それはただし、20年も前にもう止まってるわけですから発熱の割合がものすごい少なくなっていて、プールの中にある限りは簡単に放射能が外へ出てくるという状態ではなかったと思います。ですからチェルノブイリ原発にロシア軍が侵攻してきて一時期電源が全部なくなってしまったとかいうこともあって、プールの冷却ができなくなるというそういう状態になったわけですけれども、でもだからといってすぐに燃料が溶けてしまうというようなことにはならないで、もちろんその電源が復旧されましたので特別なトラブルというか燃料が破壊されて大量の放射能が出てくるということにはならなかったということで、まあ、私としては良かったと思っています。で、原発は動いている時にやられたらもう本当悲惨ですけれども、20年も前に止まっていて苦
触れたならば、直ちにその放射能が外に出てくるということにはならないということを、今回の、武力攻撃でも証明したんだろうと思いますし、チェルノブイリ原発に関して言う限りは、多分大きなことにはならないと思います。ですから心配なのは、むしろザポリージャの方の原発、6基の原発がある、ヨーロッパ最大の原子力発電所で、ロシアが占拠したときには1つか2つしか動いていなかった、他のは止まっていたはずですけれども、ウクライナという国の電力供給のかなりの部分をザポリージャになっていたので、止めてしまったらウクライナの人たちが困るだろうし、動かし続けていればどんな事態になって危険がやってくるかわからないという状態で、これからも注意をして見ていただいていかなければならないと思っています。で、使用済み燃料に関しては、先ほどから聞いていただいているように直ちに大きな問題になることはないだろうと私は思っています。以上です。チェルノブイリの原発のことでは、むしろね、その侵攻したロシア兵は実は本当に貧しいロシアの、ね、人たち、それから辺境の地から、ね、かき集められてきた人たち、その彼らがあそこの、チェルノブイリ原発の周り、赤い森と言われている非常に高い高濃度の汚染されているところを平気でこう行軍している写真とか映像とか見て、彼らがものすごい被爆してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そういった心配ってね、その、ある意味はロシアの兵士たち一人一人もね、やっぱりこうやってかき集められてきて非常に貧しい中で、軍人になってね、ウクライナに攻めていくっていう状況の中で、彼ら自身もこの戦争で亡くなってはいるし、もしかしたらそこで大量に被爆してるんじゃないかなっていうふうなことが言われてるんですけど、その辺は、はい、今竹内さんおっしゃってくれたように私もそうだと思います。多分ロシア軍の兵士たちは、放射能についての知識が多分持ってない、そういう状態でチェルノブイリ原発に、生かされたわけで、チェルノブイリ原発の周りは猛烈な放射能汚染地帯が今でも残っています。1986年の4月の26日に事故が起きて、猛烈な放射能が飛び出してきて、チェルノブイリ原発のごく近くのところで、うっそうとした森林があったわけですけれども、その木がみんな赤くなっちゃった。放射能に被爆をして葉っぱが赤くなって、赤い森と私たち呼んでいましたけれども、もうすごい汚染地帯があって、でそこはもう人が近づくこともできないというまま放置されてきたです。ですからもう当時の汚染がそのまま残っているという、そういうところがチェルノブイリにあったのですけれども、ロシアの兵士たちは多分そんなことも知らされないままで、その赤い森の中で要するに自分たちの塹壕を掘っているんです。でチェルノブイリの周辺で一時期放射能の、空気中の濃度が上がったというような報道があったんですけれども、私はそのロシアがチェルノブイリ原発を壊して何かその放射能が出てきたということではないはずだと 思いました。でそしたらそれはロシアの兵士たちが赤い森の中で塹壕を掘ることで猛烈な汚染をまた撒き散らしたという、そういうことだったというのが多分当たりだと思いますし、そういうことをやったということはロシアの兵士たちが膨大に被爆をしてしまったということだろうと思います。以上。すみません、原発稼働してた原発を止めますよね。例えば2011年いろいろな原発が止まりましたですよね。でその前に1年間に広島長崎の先発分の核のゴミが溜まっているわけですよね。でいろんなところにも
認定されると1年間に広島原爆1000発分以上の死の灰ができるという話を私は聞いていただいた。ではそれは一体どんなふうに管理されているのかというそういうご質問です。はい、それはですね、ある程度原子炉の中で燃料を燃やしていくとこれ以上もう火をつけることができないというそういう状態になるんです。原子炉の中の燃料がそのままあった段階で取り出していきます。ですから猛烈な放射能の塊になっているわけですけれど、それを原子炉の中から取り出していきます。ただし放射能がいっぱい入っていますので猛烈な発熱をしています。その時点ではだからそれ冷やしておかないと溶けてしまうんです。じゃあどうやってします冷やすかというと、発電所の中に使用済み燃料プールというのがあって、まあ、巨大なプールですけど、そのプールに沈めてそのプールの中で冷却しながら溶けないようにしようということで、どこの原子力発電所にも巨大な使用済み燃料プールというのがあって、その中に燃え尽きた燃料を入れて、とにかくそのプールの中で冷やし続けるということをずっとやってきています。ただし運転すればするだけその使用済みの燃料が増えてくるわけで、もう日本中の原子力発電所の使用済み燃料プールはもうほぼ満員です。だからもうふん詰まり状態になってしまっているんです。でじゃあどんなことを考えたかというと、いろんなことを考えまして、発電所の中のプールはもう満員だから別のところに運び出そうとして、一番初めに考えたのは今青森県の六ヶ所村というところに再処理工場というのを作っています。でその再処理というのは使用済み燃料の中に、死の灰の塊になっているわけですけれども、死の灰以外にプルトニウム239というそういう物質が物理的にそこにたまるという原理があるのですけれども、長崎原爆の材料です、ですから原爆材料にもなるし、まあ、場合によっては原発でまた燃料にもなるというような物質なんですが、日本の国はとにかくそれを使用済み燃料の中から取り出すということを原子力政策の中心に置いていて、それぞれの原子力発電所の中に眠っている使用済み燃料はいずれ青森県の六ヶ所村に持って行ってそこで再処理してプルトニウムを取り出すというそういう計画になっていた。でそのために日本の国は六ヶ所村の再処理工場に多大なプールを作って、もう発電所の中ではもういっぱいになっちゃったという段階の燃料を六ヶ所村にどん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 運び込んできました。六ヶ所村の再処理工場まだ動いてないんですけども、でももう使用済み燃料とにかくそれぞれの発電所では重りができないということで六ヶ所村にどん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 運び込むということをやってきました。で六ヶ所村の再処理工場は使用済みの燃料3000トン分を貯められるという それこそ巨大なプールです。まあ、一言で言うと、一つ一つの原子力発電所が1年運転すると30トンぐらいの使用済み燃料が出るんですけれども、六ヶ所村は3000トン分貯められるという巨大なプールを作って、そこに日本の各地の原子力発電所のプールに眠っていた使用済み燃料を持っていくということをやってきました。しかしもうすでに3000トン分がもう満員になってしまって、もう6カ所はもうどうしようもないということになって、今何をしているかというと今度はそれぞれの発電所にプールを増設しようというようなことを考えているし、増設ができない場合には例えばまあこれだけのプールがあるときにもともと100体の使用済み燃料を入れられたという設計だったところに120体入れてしまう、ぎゅうぎゅうに詰めていく。それやると実はもう臨界という核分裂の連鎖反応が始まってしまうという危険を抱え込むことになるんですけど、ぎゅっとコンパクトに貯めようというようなことを今日本ではやっています。でそれでももう間に合わなくなるかもしれないということで、もう一つやってるのはもうプールはダメだと、水が抜けたらもうそれでおじゃるになってしまうからプールはやめて、専用の金属製のキャスクと私たちが呼んでいる容器に入れて蓋をして空冷で冷やそうというようなことも考えて、そういうことをやっている発電所が結構たくさんあります。福島ももちろんそれをやって
先がどうなるのかということは実は分からない。ですから先ほどから聞いていただいたように日本というこの国では最初にということをやるということが原子力政策の基本になっているんですけれども、途方もなく危険な行動です。で日本にはその技術がないので6カ所の最初に工場をフランスに作ってもらったんですけれども、未だにまともに動いていないし、日本の国が描いているように使用済み燃料を再処理できるという計画は多分もう成り立たないだろうと私は思います。じゃあその後どうするかといえばもうどうしていいかわからないという状態で現在の日本の原子力があるという、そういうことです。よろしいですか。原発が攻撃されることと言ってますけど、原発だけではなくて原発に関連するさまざまなそういった施設の一つ一つがそれこそ攻撃対象になった時には大変なことになる。だそういう意味でいけばその今稼働している原発、止まっている原発、原発だけではなくて今言ったその6カ所だとかさまざまなところにあるものが同じような危険性を持っている。日本っていうのはやっぱそういうふうにやっぱり取り巻かれているっていうふうな状況を僕らイメージすればいいってことですよね。田口さんも今言ってくださったし、問題は原発そのものだけじゃないっていうことなんですね。で福島の場合1号機2号機3号機の3基の原子炉が溶けてしまって、広島原爆168発分の放射能が大気中にばらまかれたと日本政府が言ってるという話を先ほど私は聞いていただいたですけれども、1号機2号機3号機の原子炉の中には広島原爆に換算して7900発分あったです。でそのうちの、2% の168発分だけが出てきたということですけれども、ほとんどはだから原子炉の中に今でも残って、どこかに残っているというそういう状態で11年がすでに過ぎているわけです。ただしじゃあそれだけで済むのかというと、今聞いていただいたように使用済み燃料プールというのは1号機にも2号機にも3号機にも4号機にもありました。で特にその4号機というのはその事故当時運転してなかったんです。定期検査ということで止まっていて、原子炉の中にあった燃料も何も全部使用済みの燃料プールの中に入れられていた。で大量の、ずっと前から入れていたその使用済み燃料も含めると広島原爆に換算して1万発もあった。ですから1号機2号機3号機の炉心の中にあったよりももっと大量の死の灰が4号機の使用済み燃料プールの中にあった。ただし、運転中じゃないので発熱の量が少なかったためにその4号機のプールの中の燃料が溶けずに済んだ。もしそれが溶けてしまったら東京すら壊滅だと言って、当時の原子力委員会の委員長の近藤俊介という東大教授が報告書を出したんですけれども、ついに猛烈な危険物が使用済み4号機の使用済み燃料プールの中にあった。だからそこがもし壊れてしまえばもう東京が終わるというそれぐらいの危険があったわけです。ですからもし戦争というようなことになって狙うんだとしたらば、原子炉を狙わなくても使用済み燃料プールを壊したら次おしまい、そういうことになってしまいますので、原子力発電所の危険というのは原子力そのものだけではなくてもうそこら中に危険があるということを考えておかなければいけないと思います。